ハイセンズプラットフォーム同士社大学連絡口、今出川駅は、京都府京都市上京区岡松町にある、京都市営地下鉄、カラスマ線の駅である。駅番号は、K06。カラスマ今出川交差点地下に位置する、島式ホーム一面二線の地下駅である。改札口は、南北一箇所ずつある。南改札側のみ駅員が配備されているほか、エレベーターが設置されている。 出入口の番号は5が欠番となっている。北改札口は同志社大学の新館である、両新館の地下と直接行き来ができる通路が新設され、大学内のエレベーターを使用し地下1階でエレベーターを乗り継ぐことにより、地上に出ることも可能になった。2019年度の1日平均上降人員は27,316人である。 各年度の1日平均条項、乗車人員は下表の通りである。当地は平安系戦都時には境外であった。いつから市街地化されたか不明だが、室町時代には当駅の西側一帯に花の御所が所在し、周囲は市街地となっていた。安土桃山時代には古戸井の内側となり、落中になった。平安時代には恩苗市、 安倍の生命の屋敷が近くにあり、屋敷跡の生命神社も当駅から徒歩12分と近い。現在、花の御所の跡地には、大正寺や同志社大学室町キャンパスなどがある。また、当駅の東側には、同志社大学、今出川キャンパスもあるなど周辺には、同志社関連の教育施設や、研究機関が多く所在し、学生街の面も持ち合わせる。同志社の高知内には、 国の重要文化財が多く立ち並ぶほか、周辺には、京都御苑や、小国寺、生命神社が所在するなど、観光地の色合いもある。最寄りのバス停は、唐島今出川である。以下の路線が、京都市交通局及び京都バスにより運行されている。両親館は2012年11月5日にオープン、したが、11月5日時点及び11月8日時点、では、連絡通路は、 未使用、ありがとうございます。